いい感じ。不安定だけど揺れてるけどいいんじゃない？ああ、だからあのあれだ、ゆで卵割ったら揺れるわ多分。こんばんは。ビッグレーサー。うん。こんばんは。ちょっとだけ配信です。20分ぐらいかなって思いますが、実は5メートル先ぐらいに誰かいるんです。なんか誰かわかんなくて、なんか誰かいるんですよ ね, すよね、あそこ誰か、ね、誰か、なんかヤッホーってヤッホーって言ってみ見たんだけど、なんか愛想笑いされた。マジカナバナナちゃんさん、ハートありがとうございます。斜め前5メートル先強化にしとく。右の、ま、斜め前5メートル先。どういうテロップってなる。こんばんは。こんばんは。揺れてて草。なんか消毒ってベタベタならない？消毒？なんかさ、消毒した後さ、なんかさ、スマホ触ったらさ、なんかさ手跡つくんだけど、で最悪と思って拭くんだけど、またつく。5メートル前？5メートル前いるから、映してあげようか。ちゃんとマスク押すよ。隠す。持ってきたね。はい。できた。はい。チーズ。こんな感じで。すんなよ。いいよ。ちゃんと1メートル開けてんの。さすが、オーマイガー。さすがだわ。京都行きたいな。旅行行きたい。旅行行きたい。卒業旅行行きたい。みんなで東京の桜見れた。東京ってさ、花桜じゃない？割と今もうなんか桜咲いてるけど、あれ花桜じゃないってとこもよく見るんだよね。そう、よく見たんだよね。やばい、めっちゃテンポ悪いかも。400しかないもん。400? うん、右下のやつなんとか。あ、やっぱり絶対やばい。なんかなんとか PS みたいなのあるのよ。 PS? 画面の、自分の画面の右下に透けて映ってるんだよね、実は。そこが
トーネさん、レインボースターありがとうございます。じゃあクリガン、ちょっと待って、ちょっと待って、あでも、あ回復回復回復しましたかな。一瞬なんか悪かった、めっちゃ。何誰誰トンネさん、花束ありがとうございます。目黒、オーマイガー、目黒川満開だったよ。目黒川ってどこにあるっけ。目黒かそうそうだよね、私もどこだっけって言われた。目黒川、目黒川そのままだ。目黒川満開、そうなんだ。私お花見したことないんだよね。そうなん、うん、やろうよ。やります、やりたくない。やりたい、温暖化とかでしたい。わかる、なんかね、集まれるメンバーで集まって、なんか世間が落ち着いたら行きたい。お花見っつっても枯れるか、もう何がいい、何だろう、うん、あのひまわり、ひまわり見、うん、ひまわり見しよう。ひまわり見するか、うん、いいやん、似合う似合う、女がひまわり、うん、いいよね、うん、ひまわりみたいなメンバーが集まっていくからさ、さすが、うん、分かってるわ、ミスターだよね。ヨーツさん、ハートオンブありがとうございます。そう、もう桜満開だわ、本当に。佐賀も割と咲いてたんですよね。やばい、一瞬暗くなるんだよね。ひまわり見、花見、でもお花、お花見ね、お花見っつってもさ、花の下で、うん、あのご飯食べる、うん、じゃん、うん、花見ないから誰も絶対2割見てる、多分2割見て、わー綺麗って言ってるけど、うん、8割食だよ絶対。確かにって思うよね、めっちゃ。でも楽しいよね、なんかさ、いつもなんか人とはなんだっけ、ご飯食べる時とかさ、普通にいつもの感じで行けば、なんだっけ、店内で食べたりするじゃん、外で食べれるからさ、お花見ってなんかすごい特別ってなるよね。でもなんか人多すぎる、人多すぎるともういいやってなる、ならんなんかいやー1時間でいいかなってなるよね。桜見てると日本らしいなと感じる。あー、わかる、桜いいよね。今はそれはできない。確かに、まあでもなんか桜をお花屋さんで桜売ってたりするらしくて、桜の木をこうボンって売ってるとことかあるらしくて、 それを家に飾ってお花見する人も結構いるらしいよ今。え、いいじゃん、その一枝買って置いて、でその室内で一人でみたいなってやってる人多いらしい。いいだから全然できるよ、お花見は今でもやろうと思えば。なんならもう VR というものがありますもの。VR で桜の映像を見ながら、あのって感じ。あの姉さん最高スタッフありがとうございます。ひなこちゃんですか。え、なにひなこちゃんだわ、ひなこちゃんだったわ、正解でした、ひなこちゃんなに
ひなこ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 の真似。似てるって。ひなこちゃんだよ。うひひひひって言うね。ひなこちゃんだよ。笑い方が。独特だからな。そう。ひなこのツボに入った時の笑い方やばい。あれやばい。犬だもんあれ。わかる。犬になっちゃうから。あともうあのすんごい呼吸できなさそうに笑うよね。呼吸してってぐらい笑うみたいな笑い方するから本当につられるんだけど。ひなこが笑ってるのに笑ってるもん。うん、そう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 。つられるからやめてって。そんな感じ。似てるだって。似てるこっちも。似すぎなんだよなって。何？あ、京子今ショールームやってんの。いいよね。神々から命を授かって17年。皆さんとの大切にします。あれ振り付けみが考えたんだよ。あ、そうなの？うん。なんか言うだけじゃあれじゃねえってなって、なんかじゃあなんかやろうよって言って、うん、神々から命を授かって14年とか言って。まだ14年の時だった、うん、そうだってやってた。難しい。最初それ本当にやると思ってなかった。嘘マジ、うん、なんかもう一個あったよね。なんかなんかあったよね、うん、もう一個あったけどさすがにふざけすぎやって却下したような気がする。笑い、ひなこの笑い袋売れると思うわ。あれマジでやばい。あれ売ってたら欲しいわ。今日ちょっと辛い時に聞いたら、あ、いいってなる。残してもらうかな。うん。商品化。商品化。動画持ってたよね、誰か温暖化。私持ってる。あ、持ってる人？なんか誰かめっちゃ流してたイメージ、ホテルの部屋で。で流してる音声にひなこが笑って、そのひなこの笑い声と音声にうちらが笑うみたいなって感じ。今日は確かに、あーた、うーん、たし、うん、普通普通マンハッタン食べたから出た。あー消えたよ、もう今消えたよね。やばい、めっちゃ電波悪いかも。え、嘘、私めっちゃマジめっちゃ消えるんだよね。一瞬画面がピシュって。ジョークスノーさん、年俸スターありがとうございます。まあ続けてるから大丈夫。ミスは止まってるって何でやろ、こっちのコメントで。そう、多分あれだ、普通にあのギガとか で容量か、容量ないんだよね全然。さっきもゆきまるに送る動画撮ろうと思って動画撮ったらめっちゃ止まってなかった。うん、ピコンってこうやって止まってたから、一回送ってもう一回消してもう一回撮ってってやってた。思った、めっちゃ動画切れるな。あーって言っちゃうね、その度にって感じ。あ、硬くないけどそんぐらい硬いわって言って食べた。そう、マンハッタンって知らないの？九州のやつだよね。あれ、そうだよ、めっちゃ硬いドーナツみたいな。なんか本当にびっくりするぐらい固形のドーナツなんですよ。
そう、めっちゃ美味しいんだけどめっちゃ硬い。なんか朝食べたらすんごいなんかあの顎が鍛えられていいと思う。そう、マンハッタン知ってる方は多分あーあれねってなると思う、ね、美味しいんだよね、めっちゃ美味しいし毎朝食べてた、なんならけどたまに歯茎やられる。腐っていくね。そんな鋭くはないけどって感じ。硬すぎてなかなかさ噛みきれないときない。そうそう、だから半分にバキってやって半分食べる。温めると美味しいのかな。あー、そういうこと？そういうことではない。そう、マンハッタンっていうねドーナツがあるんですよ。こういうなんか丸というか雫型のやつ、九州に来たらぜひ食べてみてください。ほんとチョコ系のパンなんですよ。チョコ系のパンだけどちょっと硬いんです。確かに硬いの、ほんと硬いのよ。硬いけど美味しいから食べちゃうよね。また一回また食べてみたいです。でもオンラインでとかで売ってそうじゃない今の。絶対あるでしょ今の時代だから。絶対あると思う。絶対あるよ。調べたら出てきそうすぐ。銀チョコも好き。あー美味しい ね銀チョコっていうあのね、なんかなんて言うんだろう、コッペパンに生クリームが真ん中にピーって入ってて、なんか生クリームっていうかなんかすごいなんか生クリームなのかなあれ、なんかなんていうのあれ、なんなのやれあれ。生クリームがバーって乗ってその上からバーってチョコが全体にかかってるやつ、めっちゃ美味しいあれ。けど甘いから半分でいい。いつも半分しか食べれない。コンビニで売ってなくない？売ってる？いつもスーパーでしか見ない。確かにスーパーで見る。スーパーで見ますって見ます。どっちもだよね。多分どっちもスーパーで。うん。そう、あんまりコンビニで売ってる、あ、銀チョコはあるかな見たこと。マンハッタンは分かんないかもしれない。ぜひね。取り寄せたりできるならぜひ朝ごはんに最適、まあ甘いのが好きな、あ嫌いな人はあれだけど甘いのが好きな人はすごいいいと思う。そう、はい、ぜひ探してみてください。はい、ぜひ探してみてください。誰の真似でしょう。え、待って、分からん。はい、はい、ぜひ探してみてください。誰藤津の霊。一瞬そうかなって思ったけど分からなかった。ミッサーさんっていう。分かるわ。はい、ぜひ探してみてください。はい、ちっちゃいの入るな。最近中町あやちゃんにハマってるから会いたいってずっと言ってる。会いたいってずっと言ってる。サーセンって言ってる。サーセンって言ってるね。サーセンって言ってる。みんなでサーセンって言ってるね。ありがとうって言ったり。マンハッタンは楽天にあったけどふるさと納税、ふるさと納税、あ、ふるさと納税でもらえるんだ。へえ、クリス、東京にあるのかな。クリスピードーナツ知ってる？クリスピードーナツめっちゃ美味しいよね。わかる。差し入れでさ、たまにもらうよね。いただく。差し入れでいただいて、でどれにするって取り合いになるね。エイトの場合さ数も多いからさ、どれにするって言って、で一旦
先輩が選んでからでいっかと思って見に行ったらほぼなくなってるみたいな。で余ったってなったら大体ランリーがもう一個食べてる美味しいとか言ってって感じ。サーシーン、けどあれ本当はさ、サーシーンじゃなくてすいませんよねね、ほんとなんかサーセンとかじゃなくてすいませんって言ってたもん YouTube でなんか可愛こぶってサーセンとかじゃなくてとか言ってた京香ちゃんのモノマネ全然できない、無理。え、無理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 、できない。よいしょ。小物はね。よいしょ。よいしょ。サーセンって誰？サーセンは中町あやちゃんっていう YouTuber、最近 YouTuber になって女子校ミスコの高一ミスコンでグランプリ取ってる子なんだけど、そう。から私だいぶ子さん、待って中町あやちゃんだってなった、だいぶ子さんよ。私何のもんのモノマネもむずくない？何のか難しいな。はいやろはいはいっていうね、うん、そうっすねってはいそうっすねって言う。オオカミ出てた子、うわ、そうですね、まあ出てたっちゃ出てた。何分までする？もう終わる？あ、終わる？いいよ。20分ぐらい経ったよね。ゆきまるはもう無理だわ。ゆきまる何？え、神！言うでしょ？なんかあの振り振りの動画をスローで踊ってゆっくり上げて、ゆっくりやってあげたりとか、これはこうだよって教えてあげたとき、え、神なんだけどっていう。めっちゃわかる。はっ。マジで言うから。神って言ってってコメントしてみて今度。ショールームって言ってみて。めっちゃ止まるんだけど、ちょっと待って。ああ、大丈夫。じゃあランキングへもかな。画質って右下？うん、右下にさ、なんか数字があるでしょ。K。KB、 あ、見えない。あ、確かにたまにだいたい隠れてるけどたまに見える。 KBPS みたいなって書いてある。あ、11見えた11あ、でもめっちゃいいかもじゃん。あ、めっちゃいい。1011が最高、今結構最高で、ね、いつも2011でやってる。あ、800まで戻ってきた。はい、ということでランキング読みます。読みます、ここで読みます。はい、ここで読みます。13位しゅんごさん、ありがとうございます。ちょっと急ぎバージョンでいきます。12位きゅうさん、ありがとうございます。イエイ。11位おきまさゆさん、ありがとうございます。イエイ。10位よみさん、ありがとうございます。イエイ。9位ジャリングさん、ハットバックシンガポールミディ、ありがとうございます。8位ベルちゃん、カイトさん、ミスさんのありがとうございます。やばい、めっちゃメイクアップする。7位ひでじろさん、ありがとうございます。復唱します、ちょっと待ってくれ。復唱ひらんちゅうさん、ありがとうございます。6位マジカナバナナちゃんさん、ありがとうございます。5位 MT ジロナさん、ありがとうございます。イエイ。
4位、ベニズワイガミエビミさんありがとうございます。3位、ゾンネさん。あ、12位、オーマイガー、大丈夫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 、見えてますか。2位、ジョクソンさん、ありがとうございます。1位、アナエさん、ミツカセコ、ありがとうございます。見えてた今。先輩たちのモノマネは できない。ハムサイナでーすっていう、ハムサイナでーすって感じですけど。2703人の皆さん、本当にありがとうございました。終わりますね。バイバイ、ありがとうございました。今日かもバイバイ。バイバイ、ありがとうございました。はーい、バイバイ。